はい、朝のトラガメの曲が決めた。カメラマンの原ちゃんです。はい。じゃあ、素直な意見を言っていこうと思う、最近。ね、素直な意見で。眠たいな。眠すぎる。バカ眠たい。まあ、ちょっとカメラをどうしても回さなあかん出来事が起きてしまって、はい、まあ、原ちゃん、まあ、いつも通りこうキムの家来るやんか、うん、来て、まあ、作業しとったわけよ、うん、キムママからお昼ご飯レンジの中入ってるからって言われてんな、うん、お昼ご飯作ってくれてんねやと思ってパカッてレンジ開けてん、なら千円札入っとったやんか、手紙入っとってん、うん、ヤギか。ヤギしか食わんか。なんかキムへみたいな感じで書いとったんやんか、うん、でキムへって書いとったんやけど、まあ、その手紙読んだらお母さん字書かれへんからLINE で送りますって書いてあって、何それ、何のメモやねん、何のメモやねんと思って、まあちょっと原ちゃん代わりに読むんで送ってもらっていいですかって言ったら、あ、原ちゃんに送りますって言って送ってくれたんやんか、うん、とりあえずそれだけ読むわな。はい。キムへ、お母さんは正月なので実家に一度帰ります。 YouTube の活動大変だと思うので内緒で行きました。部屋は自由に使ってください。年末の大掃除お母さんの代わりにしててください。今掃除のお金はって思いませんでしたか。お母さんちゃんと用意しています。1000円。ハラちゃんに預けているので掃除用具を買って年末は大掃除をしてください。 PS 足りない分はハラちゃんに出してもらってください。母よりっていうのが送られてやっぱ俺のおかんやな。PS のあともう一回読んで。足りない分はハラちゃんに出してもらってください。やっぱ俺のおかんやわ。何のうんうん。まあちょっと原ちゃん思いついたんやけど、マジで普通におかんがこうやって言ってきてるから、うん、動画にしたらいいんちゃうかなと思って、ちゃんとキム掃除したよっていうのを、うん、なんかおかんが送ってくれって言ってんのよ、はいはいはい、送ってくれって、そんな YouTuber にさ、そんなもうオフで動画撮れなんかさ、何がおもろいねんって話やんか、うん、せっかくやったら、まあおかんに送る証拠っていうついでに YouTube で動画回しとったらなと思って、ちょっとキム動画回すでって言って回し出したんやけど、はい、どうしたらいい、原ちゃんは足らん分出してくれって書かれてるんですよ。とりあえず買い物行ったらいいんちゃう、足りなくて何か分からんしな。せやな、うん、まあ、とりあえずさっきなんか入っとった1000円だけキムに渡しとくわ、うん、この1000円までに収めればいいんやんな、その1000円で、まあ、買ってくれみたいな。でももし足らんかったら原ちゃんに出してくださいって書いてるから、それで買い物行ってキムが思う掃除用品を、まあ、買って大掃除できたらなと。まあいろいろね、まだ今ある分もあるけど、うん、やっていきたいと思います。今からお願いします、はい、とりあえずも買い物だけ行きましょうか。はい、行こう、行きましょう。我らがダイソー、我らがダイソー、ダイソーしか勝たん、ダイソーしか勝たん。めっちゃ悩んでる主婦みたいな格好するやん。今日の晩ご飯は豆腐の手ごねハンバーグ。手ごねハンバーグってなんやねん。自家製豚のとんかつ。とんかつ自家製、どこが自家製なの、豚が自家製。何買おうかな、しょうがないけど、うん、まあ風呂掃除がトイレ掃除せなあかんやん。そやな、まあこんなんとかいいんちゃう。とりあえずどこ掃除するん。これでお風呂のホコリ取るとか。ああ。じゃあ1本目それやめとこう。ハラちゃんのお金もったいないわ。最近ちょっとハラちゃんいっぱいお金使ってくれてるから、うん、考えようと思って。あ、真面目にやる、考えてあげようかなと思って。あ、掃除ある、掃除、うまい、掃除用品ここで全部揃うんじゃん。手袋とかいらん、手汚れるかもしれないから、うん、やっぱり俺やっぱその YouTuber 始めて、うん、手使わんくなったから、うん、仕事で、うん、前は夜な夜なね、男性のチョコをやめなさい、こういう感じで、あ、そういう仕事したんですけど、動きやめなさい。一つはい、先生、行ってきた。はい、疲れたんで。めっちゃ疲れた。もう今から寝ます。あかんよ、まだ眠そうな顔してるけど、あかんよ。最近ライブな、めっちゃ頑張ってくれたりとか、夜中まで撮影頑張ってるからさ、互いにめちゃくちゃ眠たいやろな。眠たいです、うん、はい、まずはこれですね、手袋。ほう、ガム手袋ですね。 L サイズと S サイズ、これ一応ハラちゃんもやってもらうから、ハラ、うん、ちゃんの L と僕の S で。あー、なるほどな。そうですね。次がこれ、トイレ臭くならない用のスタンプ。確かにそれはいるな。結構これ最近流行ってるんですよね。流行ってるよな。はい、ってことでもこれも買いました。うん、じゃん。これに関してはなんかハラちゃんがなんかそれを今紹介してくれてすごい嬉しかった。トイレの水の色変わったら嬉しくないって言って、ハラちゃんが興味津々で買ってきました。試したいなと思って。流水色はブルーとか言って、なんかなんたらブレーチってやつ、漂白のやつやな。漂白のやつ、うんうん、洗濯槽クリーナー、洗濯機の中をきれいにするやつ、うん、便座のシート、お風呂の洗剤、詰め替え用とスプレー用、これ個人的にはこれ僕が欲しかったんですけど、これ靴の中とかタンスの中とか臭くなるところに、カビが生えたりするところに入れたりすると匂いがつかないと。なるほどな。はい、匂いを吸収してくれる竹炭。竹炭、
かけたん。ゴミ袋。おお、はい。お風呂の首振りポンジ。ああ、風呂の中ゴシゴシできるやつ。そうです、雑巾。おお、確かにそれは必要。これ雑巾3枚あるんですけど、今家にいるの僕とハラちゃんだけなんで。うん、何すんのそれ。はい。一応ね、名前書きました。名前、うん、なんか学校雑巾なんで、まあ、ハラちゃんの分ね。ああ、ハラちゃん、うん、1年1組ハラちゃん。1年1組のハラちゃん、うんうん、2枚目、うん、はい、2年2組ハラちゃん。あれ、ハラちゃん2枚あるで、うん、あ、3枚あるから。体でかいし、2枚ぐらいいるかな、まあ、両手でいけるもん、なんかゴシゴシと、うん、こういう感じで、バーっていけるかな。そんなもん。あとはね、疲れると思うんで、うん、カラムーチョ買ってきました。カラムーチョ、はい、カラムーチョ。それは掃除のやつじゃないな。いや、まあこれでも掃除の一環よ。これを開いて、うん、疲れたなと思って一枚食べてもって頑張る。あ、まあ頑張るための起爆剤みたいな感じ。そう、頑張るための起爆剤としてはこれは必要になってくるんで。なるほどな。こいつはね、何それ、ダックって書いてあるけど、うん、ダンスダンスイミングダック、うん、立って踊る、寝かせて泳ぐ。何それ。やっぱ掃除してると気持ち病んでくると思うんで、うん、俺の応援用としてくれ。応援用、はい、俺のこと応援してくれます、こいつは。あ、なるほどな、はい、それは多分個人的にいらんかったかなと思うけどな。いや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 、何を言ってんの、ハラちゃん。ほんまに。なあ、動く時もなんかわー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 って言ってるしさ。手分けしていこう。俺はトイレ洗うから、うん、はらちゃんお風呂洗って。オッケー、うん、お風呂ほな綺麗にしとくわ。お風呂いらんもん掘っていいの。全部捨てていいよ。全部捨てていいの。うん、全部捨てていいよ。新しく買い直すってこと。いや、まあ、あのおかんに買いかけてもらうわ。中身の具合見ながら出るわ。シャンプーとか洗顔とか置いていて。あ、わかった。じゃあキム、ほなトイレ掃除頼むわ。うん、俺がトイレ掃除するから気付けてな、はらちゃん。うん、お風呂で溺れたらあかんで。溺れへんやするわ。やめて、びっくりした、普通に。トイレ汚いわ。汚い、そうか、トイレ掃除しといてな。めっちゃ汚いわ、お風呂場も。トイレ汚いわ。うん、頼むわ。めっちゃ赤とかついてるし、どれから綺麗にしようかな。マジでこっちもバリ汚いわ。ほんまに。うん、なんて入ってる、入ってる、入ってる。誰のやつ、ヒアルロン酸って何言うてんやん、さっきから。そういうことな。すべて耳に入っておりますね。何入ってんの。どういうこと。ちょ、あげて。何大丈夫、耳の穴に水入ったとか出てるけど。もう臭いよとか、手袋してないよ、素手で言ってる。そう、青山日生学院やから。うん、叫びながらトイレ洗わなかった。ああ、なるほどな、分かった。じゃあちょっと頼んどくわな、トイレ。お世話になりました。うわ、何してん。狭いからさ、うん、こうやってドアのとこに頭こうやって置いて、こうやって掃除してたのにてか本読むとき声に出して読むスタイルやねんな。読んでないし。俺の関数やし、プリン食べたりとか、耳の穴に水入ったとか。ああ、なんか文句ある。いや、ないよ。なんかもう全然、キムトイレ掃除してないし、変わってって言っとったから、ちょっと風呂掃除してよ。よかった。うん、何してるの。え、応援。応援？やばいやん。え、風呂掃除はできたよ。ほんまに？ちょっと綺麗になってる、うん、もうお風呂も入れるの。たまって遊んでんの。でも手袋つけたまま遊んでるやん。それではご覧いただきましょう。ダンシングダック。散らかりすぎだわ。
無理やな。だってもう、ちょっともうほんまに無理無理。ハラちゃんもちょっと手つけようとしたけど無理や。散らかりすぎやろ。トイレ掃除したりさ、風呂掃除したりさ、順番に片付けていかなあかんけど、風呂もトイレもまあまあまあほどほどには綺麗になったよ。ここ無理じゃない。もうちょっとさ、飯行こう。飯、うん、まあでも腹は減ったな。これしといて。あ、ここの状態、うん、もうおかん帰ってきてからやらせおかんにやらせんの。なんで俺がやらなあかんの。1000円もらって大掃除やっとけって言われてるからさ、とりあえずはなんか形だけでも綺麗にしとかなあかんじゃん。あ、そうだ、あれ、ほんならさ、おかんから1000円渡されたやん。うん、いろいろ商品紹介したけど、一旦なしにして、それもなんとかもなしにして、あれ呼ぼ、お掃除屋さん。お掃除屋さん、うん、掃除してくれる人。そのお金で1000円使ったもんだけど、うん、PS オーバーした分はるちゃんが送って出してくださいって返したから、うん、まあオーバーしたみたいな感じでも捉えてもらっていいから、はな、うん、ちゃんは1000円オーバーした。うん、なるほど。はなちゃんがそのお掃除屋さんの費用をまた払う。1000円をとりあえずキムに渡して、そのキムが1000円で掃除屋さんを呼ぶと。で、掃除1000円でできへんじゃん。できるよ。できる。なんでもできる。とりあえず掃除屋さん呼んでくれる感じ。うん、俺が呼ぶから、うん、俺ら飯食ってる間にやってもらえ。まあ、ちょっとここの部屋だけでも綺麗にしてもらうな。ちんかついもんな。トイレとお風呂も俺やったし、俺ら、うん、1000円で10人ぐらい呼んでもらって、1人100円。うん、お小遣いやつで。なるほどな。とりあえずじゃあ、あの、はらちゃんはご飯屋さん探しとったらいい。うん、はらちゃんご飯屋さん探しとったらいいよ。ほんならキムは業者ちょっと手配しといて。うん、俺業者手配するわ。オッケー。もうすぐやろう。帰ってきました。帰ってきた。はい、満腹やわ。そうですね、うん、まあちょっとあのはらちゃんにはちょっと玄関で待っててもらって、うん、さっきなんか確認してきたんやけど、うん、めっちゃ綺麗になってた。めちゃめちゃ綺麗になってる。そんなに豪邸になってました。豪邸、うん、豪邸は言い過ぎやろ。旅館みたいな。うんうん、それだったらめっちゃいいよ。そう、1時間ぐらい飯行っとって、せやな、業者の方に頼んでやったんですけども、うん、さすがプロだなと。せやん、俺は見たけど、うん、はらちゃんちょっとお披露目会しようか。せやな、連れてって。オープン。え、オープン。で、まだあのちゃんとキムのっていうか声の響き方よ。え、うせやん。エアコンとカーテンあるけど、その他マジで全部なくなりました。ぜ、いや全部なくなったらあかんやろ。声の響き方よ。ほんで見てもらえ。で、走り回れるけど。いや、こんな走り回るの初めてや。走り回れるんやけど、うん、違うね、キム、違う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 、ブレイクダンスができる。じゃあね、じゃあね、じゃあね、そうじゃなくて、いや、家のものは全部ちょっと業者が持っていった。ベッドも机も、ベッドも机も全部持っていった。ほんまに。なんだろう、あの机の上にさ、うん、あのはなちゃんのパソコンとか、あ、置いとった。あとバッグとかあったやん、うん、あれも全部多分持っていった。うせやん。なんないの。いや、まあ、ないけど。いや、何それは。どういうやつ。帰ってくる。帰ってこへん。だってもう、まあ、スクラップみたいな感じじゃん。スクラップか、もう勝手に売ったか。うせやん、うん、データとか入ってんで、キムの。この部屋のものはもう全部持って行って、うん、でも売るんやって売っても勝手にあのお小遣いって感じで、あ、チップと思って。どんだけ気まえねん。あかんやろ。中にめちゃめちゃ大事なデータとかも入ってるし、うん、僕たちの YouTuber やつ、キムチャンネルって名前やってるんですけど、うん、まあ、もうじき、あの、あさって100万人行くんで、うん、まあ、めちゃめちゃ貴重なデータになるんで、うん、まあ、よかったらそれも売りさばいて大丈夫ですよ。売りさばいて大丈夫。あかんやろ。はい、ということで、今飯行ってハラちゃんと帰ってきたんですけども、めちゃめちゃ綺麗に片付いてますね。じゃあちょっとお披露目しましょうか。いきます。ドン。どうですかこれ。何もなくなっちゃってるんですよね。はい、これどういうことかって言いますと、部屋にベッドとか机とかいろいろ置いてあったんですよ。その他にもハラちゃんの服とかパソコンとか荷物類全部置いてあったんですけど、それも全部業者の方に持って行ってもらいましたっていうね。はい、ハラちゃんドッキリを今仕掛けております。はい、まあ、おかんに手紙もらって、で、まあ、こうこうこんなんで、みたいな。こういう感じで片付けてね、1000円渡したから、それでいろいろ買って、部屋片付けてね、みたいな。シンプルにね、部屋片付けるだけやったら面白くないなと思ったんで、ちょっと企画を変更して、はらちゃんには内緒で、部屋のもの全部持って行ってもらって、はらちゃんどんな反応するかっていう時ですね。はい。多分ね、はらちゃんもパソコン命なんで、パソコンなくなったら生きていけないかもしれないですよ。ってくらいパソコン大事にしてるんで、編集でとかも入ってるパソコン、なくなったらどんな反応するかっていうのをね、今からみんなで見ていきたいと思います。ちょっと慣れへん。嬉しいです。元データ入ってるやつやろ。元データ入ってるやつやめて。だから俺ら の, あのこのカメラの前での裏情報も全部続けやん、うん、え、ちょっと待って、ほんまにさ、うん、え、マジで全部ないやん。
無理だもん。ここだって、まあ、うん、あのなんかテープ貼ってるけど、うん、あれ剥がしたら壁剥がれそうやからって言って、うん、一応電話来たんやけど、うん、まあ、じゃあそれ置いといていいですよみたいな。ああ、なるほどな。だってあそこ角にルーターあったやろ。うん、あると思って持っていてもらった、うん、もう一回金出すな。ピンポンとかいろんなトランプとかするときにネット貼るようにあそこにネットあったやん。ネット持っていてもらったよ、もちろん。テレビここにあったやん。テレビも持っていてもらった。で、あと原ちゃんめちゃめちゃごつい上着着とったやん、うん、牛の毛の上着みたいな、うん、来とったやん。来とった。それも持って行ってもらった。あかんやん、牛になられへんやん。うん、うん、うんじゃないよ。ほんまに言うてる、うん、だってほんまに言うてるの、ほら、ルールーって言っても、いや冗談ちゃうやんこれ。やばいって、ほんまにマジで。カーテンと、いやほんまエアコンカーテン持って行ってって言ってんけどな、いらんしみたいな。いや、いるやろ。いや無人島生活楽しもうかなと思って。いや無人島ではないけど、うん、あかんやん。電気もいらんから持って行って。いや電気つけな、何も見えへん。水も断水してくださいって言ったんやけど、いや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 、あかんやろ。てか水は水道局のやしな。水道局ジャックしろって言ったんだよ。そうなん、やりますわー言うて、やってへんがなー言うて。どういう笑いやねん。待って、でもパソコンだけでもいいから返してほしいんやけど。業者電話していいやん。よし、はるちゃんのパソコンもなくなってそこで、うん、部屋綺麗になりました。ありがとうございます。いやいやいや、あかんあかんあかん、ありがとうございました。何？ちょっと業者の番号だけでも教えて。これ以上なんかある？いや、ないけど。ないな。でもネタバラシしようか。何のネタバラシ？はるちゃんにドッキリということで。ドッキリ？はい、やっていきましょう。何のドッキリ？はるちゃんにドッキリしようかなと思いまして。どういうドッキリなのこれ？タイトルコールをするとね、うん、キムの部屋に置いてあったはるちゃんの荷物ももろとも全て、部屋のもん全部なくなったらはるちゃんどんな反応するか、ドッキリということで、一応ね、業者雇って全部持って行ってもらったんですけど、うん、ちゃんとはるちゃんには言ってなかったんですけど、口裏合わせて、業者と、うん、ちゃんと荷物は返ってくるように段取りしてあります。あ、そうなん。ちゃんと段取りしてある。いや、ていうかさ、あんだけ散らかっとった部屋のもの1時間やん、ね、1時間なくなるわけないやん、普通。ね、神隠しでも来たんかと思ったんやけど、やめて。ゲップかい。はるちゃんにはドッキリ仕掛けたんですけど、うん、大晦日なんでね、うん、まあ、片付けという企画で、うん、はい、大掃除という企画をね、立てました。これがいつ投稿されるかちょっとわからないんですけど、うん、まあ、片付けたよということでドッキリ兼ねて撮影しましたので、キムの部屋綺麗になったよということでありがとうございましたという動画でした。以上、キムでございました。